TGFβ のコンピュータグラフィックス TGFβ は3つの異なるアイソフォームからなるサイトカインで細胞増殖、分化、接着、郵送を含む多くの細胞機能を調節する TGFβ は TGFβ ファミリーに属するサイトカインで多くの機能を有する TGFβ ファミリーには TGFβ の3つのアイソフォームや他の多くの シグナル伝達タンパク質が含まれる。TGFβ はすべての白血球系統の細胞で産生される。活性化された TGFβ 複合体は TGFβ 受容体に結合する。TGFβ 受容体は受容体系セリン、スレオニンキナーゼであり、I 型と2型の受容体サブユニットから構成される。TGFβ の結合後、 通型受容体系キナーゼは、I 型受容体系キナーゼをリン酸化して活性化し、I 型受容体系キナーゼは、シグナル伝達化スケードを活性化する。これによって、下流の様々な気質や、調節タンパク質が活性化され、分化、創加性、増殖や多くの免疫細胞の活性化に機能する、様々な標的遺伝子の転写が誘導される。TGFβ は、 他の二つのポリペプチド、LTBP とラップと複合体を形成した潜在型の形態で、マクルファージを含む多くの細胞子から分泌される。プラスミンなどの結成のプロテアーゼは、複合体からの活性型 TGFβ の放出を触媒する。こうした放出は、多くの場合、潜在型 TGFβ 複合体が CD36 とそのリガンドである。 トロンボスポンジン1を介して結合したマクロファージ表面で行われる。マクロファージを活性化する炎症刺激はプラスミンの活性化を促進することで活性型 TGFβ の放出を促進する。また、マクロファージは形質細胞から分泌されたイグ結合型の潜在型 TGFβ 複合体をエンドサイトーシスし、 活性型 TGFβ を細胞外液へ放出する。TGFβ の主要な機能は炎症過程、特に腸での過程の調節である。TGFβ は肝細胞の分化や T 細胞の調節や分化にも重要な役割を果たしている。TGFβ は免疫細胞や肝細胞の調節や分化に関与しているため、自己免疫疾患、感染症の分野で 多くの研究が行われている。TGFβ の発現の増加は多くの癌で悪性度と相関しており、その免疫抑制機能は間接的に腫瘍の成長の寄与するほか、腫瘍細胞では TGFβ に対する増殖抑制応答のみが選択的に失われていることもある。免疫抑制機能の調節以上は自己免疫疾患の病理への関与も示唆されているが、 その作用は、ともありする他のサイトカインによって媒介される。哺乳類の TGFβ は3つの主要なタイプが存在する。蝶類では4番目のメンバーである TGFB4、カエルでは5番目のメンバーである TGFB5 が同定されている。TGFβ の核アイスォームのペプチド構造は高度に類似している。これらはべて大きなタンパク質体としてされており、 TGFβ1 は390アミノ酸、TGFβ2 と TGFβ3 は412アミノ酸からなる線具体として産生される。これらの線具体は、細胞からの分泌に必要な20、30アミノ酸のエヌマッタンシグナルペプチド、ラップと呼ばれるプロ領域、タンパク質分解によるプロ領域からの有利後に、成熟型 TGFβ 分子となる112、114。 アミノ酸の C 末端領域から構成される。成熟型 TGFβ タンパク質は二両体化し、多くの保存された構造モチーフを持つ25系だの活性型タンパク質となる。TGFβ には、ファミリー内で保存された9つのシステイン残機が存在する。そのうち八つは、タンパク質内でジスルフィド結合を形成し、TGFβ スーパーファミリーに、 特徴的なシステインノット構造を形成する。9番目のシステインは、他の t g f β 分子とジスルフィード結合を形成し、二状態を形成する。t g f β の他の保存された残機の多くは、疎水的相互作用によって二次構造を形成すると考えられている。5番目と6番目の保存されたシステインの間の領域は、t g f β タンパク質で最も多様性の高い。 領域であり、タンパク質表面に露出して、受容体への結合と TGFβ の特異性に関与していると考えられている。3種類の TGFβ はすべて、プロペプチド領域を含む線具体分子として合成される。合成後の段階では、TGFβ ホモに両体は TGFβ 電子産物の N 末端領域に由来するラップと、 相互作用し、SLC と呼ばれる潜在型複合体を形成している。この複合体は、LTBP と呼ばれる他のタンパク質と結合するまで細胞質に留まる。LTBP との結合によって、LLC と呼ばれるさらに大きな潜在型複合体が形成され、細胞外マトリックスへ分泌される。ほとんどの場合、LLC が分泌される前に、 TGFβ 線具体のプロペプチド領域は切断されるが TGFβ と非共有結合的に結合したままの状態となっている。分泌後 TGFβ は LTBP とラップの双方を含む不活性な複合体として細胞外マトリックスにとどまり活性型の TGFβ の放出にはさらなるプロセッシングが必要である。 LTBP には4つのアイソフォーム LTBP1、LTBP2、LTBP3、LTBP4 が知られている。ラップや LTBP1 の変異や変化は不適切な TGFβ シグナルの伝達につながる。LTBP3 または LTBP4 を書くマウスは TGFβ シグナル伝達が変化したマウスと同じ表現型が見られる。 さらに、特定の LTBP アイソフォームは特定のラップ TGFβ アイソフォームと結合する傾向が見られる。例えば、LTBP4 は TGFβ1 にのみ結合することが報告されており、そのため LTBP4 の変異では TGFβ1 が優勢な組織特異的に TGFβ と関連した症状が見られる。さらに、 ラップの構造上の際によって特定の活性化因子による特定の刺激に対してのみ選択的な反応を行う様々な潜在型 TGFβ 複合体が形成される TGFβ は細胞活動の根幹をなす活性の調節に重要であるが現在知られている TGFβ 活性化経路はわずかであり示唆されている 活性化経路の機構が完全に解明されているわけではない。基地の活性化経路の一部は細胞や組織特異的であるが他のものは複数の細胞種や組織にわたって見られる。プロテアーゼ、イントグリン、PH、活性酸素種は TGFβ を活性化する基地の因子のごく一部であり、これらについては口述する。 これらの活性化因子の変動が TGFβ の調節異常をもたらし、炎症、自己免疫疾患、繊維症、癌や白内障を含むいくつかの症状を引き起こす可能性があることはよく知られている。ほとんどの場合、活性化された TGFβ は、結合する I 型、II 型 TGFβ 需要体が存在する限り、TGFβ シグナル伝達化スケードを開始し続ける。 これは TGFβ とその受容体の間の高い親和性によるものであり TGFβ シグナルの伝達が潜在型複合体を介したシステムとなっていることの理由の一つであると示唆される。プラスミントいくつかのマトリックスメタロプロテアーゼは細胞外マトリックスのいくつかのタンパク質構成要素の分解を誘導することで主要の新順や組織のリモデリングを促進する。 TGFβ の活性化過程はマトリックスからの LLC の放出とその後のラップのさらなる分解を伴い、この過程を経ることで初めて TGFβ が需要体へ放出される。MMP9 と MMP には潜在型 TGFβ を切断することが知られている。ラップ複合体にはプロテアーゼ感受性のンジ領域が含まれており、 TGFβ の放出の際の標的となっている可能性がある。MMP が TGFβ の活性化に重要な役割を果たしていることは示されているものの、MMP9 と MMP2 の遺伝子に変異を有するマウスは、未だ TGFβ 活性化能を有し、いかなる TGFβ 欠乏表現型も見られない。これは活性化酵素の上調性のためである可能性が、 あり、他の未知のプロテアーゼが関与している、可能性が示唆される。酸性環境はラップを編成させる。媒致を極端な pH で処理することで TGFβ が大幅に活性化されることがラジオレゼプター圧生から示されている。一方、穏やかな酸処理では pH1.5 による処理時の20-30%の活性化しか見られない。 ラップの構造は機能の維持に重要である。ラップの構造の変化は、ラップと TGFβ の間の相互作用を妨げ、TGFβ の活性化が引き起こされる。こうした変化を引き起こす可能性がある因子として、活性酸素種に由来するヒドロキシルラジカルが挙げられる。TGFβ はインビボでの活性酸素種への曝露後に迅速に活性化される。トロンボスポンジン1は、 健康な人の血小中に50250何トルの濃度で存在するマトリセルラー糖タンパク質である。Tsp-1 のレベルは損傷応答や発生過程で上昇することが知られている。Tsp-1 は潜在型 TGFβ 複合体と直接相互作用して潜在型 TGFβ を活性化しコンフォメーション変化を誘導することで 成熟型 TGFβ への結合を防ぐ。潜在型 TGFβ1 の活性化に関与するインテグリンの役割については、インテグリン β6、インテグリン αv、インテグリン β8、そしてラップの変異やノックアウトについての研究から得られたものである。これらの因子の変異では、TGFβ1 ノックアウトマウスで見られる表現型と同様の表現型が生じる。 アルファ V 差を持つインテグリンがどのように潜在型 TGFβ1 を活性化するかについては現在2つのモデルが提唱されている。1つは潜在型 TGFβ1 複合体のコンフォメーション変化の誘導によるモデルであり、もう1つはプロテアーゼイゾン的なモデルである。アルファ Vβ6 インテグリンは TGFβ1 の活性化因子であることが 最初に同定されたインテグリンである。ラップにはアルファ V 差を持つインテグリンの大部分によって認識される RGD モチーフが含まれている。アルファ Vβ6 インテグリンはラップ β1 の RGD モチーフに結合することができ、これによって TGFβ1 を活性化する。アルファ Vβ6 インテグリンは結合に伴って 潜在型複合体のコンフォメーション変化を誘導し、それによって TGFβ 需要体が TGFβ にアクセスできるようになる。この経路は上皮細胞で TGFβ を活性化することが示されており、上述した MMP とは関係していない。αV 差を持つインテグリンは潜在型 TGFβ 複合体と MMP との間に 密接な連結を作り出すことによって TGFβ を活性化する。インテグリン αvβ6 と αvβ3 は潜在型 TGFβ1 複合体とプロテアーゼに同時に結合できることが示唆されており、ラップのコンフォメーション変化を誘導するとともにプロテアーゼを近接させる。MMP が関与する機構ではあるが、この機構ではインテグリンの結合が必要であり、 上実した、タンパク質分解機構とは異なる経路である。スマット経路、ダックス経路、スマットは TGF、ベータファミリーシグナル伝達分子の細胞内シグナル、伝達タンパク質であり、転写因子である。この経路は、概念的には、ジャック、スタッドシグナル伝達経路と類似している。ジャック、スタッドシグナル伝達経路は、サイトカイン受容体の活性化によって特徴づけられ、 B 細胞のクラススイッチ経路などに関与する。上述したように TGF、β リガンドの TGFβ 受容体への結合に伴って2型受容体系キナーゼは I 型受容体系キナーゼをリン酸化して活性化し I 型キナーゼ受容体はシグナル伝達カスケードを活性化する。スマットの場合 I 型 TGFβ 受容体系キナーゼによって リン酸化されて活性化されたスマットは、他のスマットと複合体を形成し、細胞核へ移行して様々なエフェクターの転写を誘導できるようになる。より具体的には、活性化された TGFβ 複合体は、2型 TGFβ 受容体に結合し、2型受容体は、I 型受容体をリクルートしてリン酸化する。その後、I 型受容体は、 r スマットをリクルートしてリン酸化する。r s マットは c o スマットのスマット4と結合して複合体を形成する。この複合体は細胞核へ移行しアポトーシスを開始するマップック8経路に関与するものなど様々な遺伝子に対して転写因子として機能する。スマット経路はフィードバック阻害によって調節されている。スマット6とスマット7は i 型受容体を遮断する可能性がある。また、スマットん経路を介した TGFβ 依存的シグナル伝達は、公設で述べる TGFβ の阻害的機能の多くを担っていることが多くの証拠から示されており、発言への関与も示唆されている。スマットは TGFβ によって調節される唯一のシグナル伝達経路ではない。非 スマットシグナル伝達も並行して開始され、最終的にはスマットと協調的に機能するか、他の主要なシグナル伝達経路とクロストークする。中でも ARC-1、2、JNK、P38 マプックを含むマプックファミリーは TGF、ベータシグナル伝達に重要な役割を果たす。ARC-1、2は上皮成長因子などの 細胞分裂促進刺激によって誘導されるラフ、ラスメック1、2経路を介して活性化されるのに対し、JNK と P38 マプックは、ストレス刺激によって活性化された、タク1によって活性化された、マプックキナーゼによって活性化される。TGFβ は、人のリンパ球と肝細胞においてアポトーシス、または、プログラム細胞子を誘導する。この機能の重要性は、 tgfβ 欠損マウスで過剰増殖と調節を受けない自己免疫が見られることから明らかである。ダックスは、デスレセプターであるファス受容体との結合によるアポトーシス経路とは別に、通型 tgfβ 受容体系ーキナーゼの C 末端領域に結合する。正確な分子機構は不明であるが、一般的には、ダックスは、その後ヒップック2によってリン酸化され、アスク1を 活性化する。a s ク1は JNK 経路を活性化し、それによってアポトーシスが活性化される。TGFβ-1 は CD4T 細胞から調節機能を持つ誘導性制御性 T 細胞と炎症性サイトカインを分泌する S17 細胞の双方を誘導する。活性化ヘルパー T 細胞からの FOX3 の発現と制御性 T 細胞への分化には、 TGFβ1 のみが関与するが、この分化の機構は、イトレイグと内在性制御性 T 細胞の双方で、不明である。マウスモデルでは、TGFβ1 の影響は、年齢依存的であるようである。インビトロにおいて、TGFβ1 の中和は、ヘルパー T 細胞のス17細胞への分化を阻害する。ス1ナ細胞の形成における TGFβ1 の役割は、 抗炎症性サイトカインという TGFβ の一般的概念とは反するものである。しかし、このサイトカインがイトレーグとス17の分化に共通して必要であることは、この2つの細胞タイプの不均衡が自己免疫と重要な関連を有することを示唆している。ス17細胞の分化には TGFβ1 に加えて活性化樹状細胞からのいるマイナス6による、 強活性化が必要であり、これは転写インスタット3を活性化する役割を果たす。しかしながら、ス17細胞の分化の分子機構の詳細は未解明である。ス17細胞は、スイジアスニの系統とは異なり調節機能を持つことが示されており、TGFβ1 が免疫系の調節機能を持つことのさらなる証拠となっている。TGFβ は、 B 細胞に対して主に阻害的な影響を与える。TGFβ は B 細胞の増殖を阻害する。その正確な機構は不明であるが TGFβ は転写因子 ID3 を誘導し、細胞周期の G1 期と S 期の進行の調節因子である P21 の発現を誘導するとともに CMIC、ATM などの他の重要な調節遺伝子を抑制することで B 細胞の増殖を阻害する証拠が得られている。自然免疫応答の活性化に重要な細胞表面分子である CD40 は SMAT7 の発現を誘導し TGFβ によって誘導された B 細胞の増殖阻害に対抗する。人とマウスの B 細胞において TGFβ は B 細胞の活性化を防ぎ以外へのクラススイッチを促進し他にも 抗体酸性に阻害的な機能を果たす。また、TGFβ は未成熟、または休止状態の B 細胞のアポトーシスを誘導する。その機構は不明であるが、構造殖経路と重複している、可能性がある。B 細胞の増殖阻害時と同様に、TGFβ は CMIC をダウンレギュレーションする。また、n f パ b の阻害因子である。 i フ b ーを誘導し、n f カッビ b の活性化を阻害する。文献における一般的なコンセンサスとしては、TGFβ は、休止状態の探求を刺激し、活性化されたマクルファージを阻害する。探求に関しては、TGFβ は、化学誘引物質、そして炎症応答のアップレギュレーターとして機能することが、示されている。しかしながら、t g f は、 探求とマクロファージにおいて炎症性サイトカインの酸性をダウンレギュレーションすることも示されており、これは上実した n f パ b の阻害によるものであると考えられている。この見かけ上の矛盾は TGFβ 効果が高度に文脈依存的なためである可能性がある。TGFβ は痩せ型マウスで観察される代替的マクロファージ。 活性化に関与すると考えられており、こうして活性化されたマクロファージは抗炎症、表現形を維持する。この表現型は、肥満型マウスでは失われており、肥満型マウスは、痩せ型マウスよりもマクロファージの数が多いだけでなく、TNFα や他の炎症性サイトンを放出して、慢性的な炎症環境に寄与する、古典的活性化マクロファージも多くなる。 TGFβ は G1 期の進行を防ぐことで細胞周期の調節に重要な役割を果たす。TGFβ は P15 と P21 の構成を引き起こし RB タンパク質のリン酸化を担うサイクリン CDK 複合体を遮断することで細胞周期の G1 期の進行を防ぐ。TGFβ は細胞周期の G1 期の進行に関与する 遺伝子である CMIC の発現も抑制する。正常細胞では TGFβ はシグナル伝達経路を介して採用し、細胞周期の G1 期での停止によって増殖を止め、分化を誘導し、またアポトーシスを促進する。多くのがん細胞では TGFβ シグナル伝達経路に変異が生じており、TGFβ は細胞を制御することができなくなっている。 このような癌細胞は増殖し、周囲の間質細胞も増殖する。双方の細胞が TGFβ の酸性を増加させ、この TGFβ はさらに周囲の間質細胞、免疫細胞、上皮細胞、ひらなす筋細胞に採用する。TGFβ は免疫抑制と血管新生を引き起こし、癌の浸潤性を高める。TGFβ は正常な場合には、 炎症反応によって、んを攻撃するエフェクター T 細胞を制御性 T 細胞へ変換し、炎症反応を止める。正常な組織の完全性は、接着分子を発現し、サイトカインを分泌する様々な細胞種の間のフィードバック相互作用によって維持されている。んでは、こうしたフィードバック機構は破壊されており、組織の損傷がもたらされる。ん細胞で、 TGF-β シグナルが n f カッパ b 活性を制御できない場合、少なくとも2つの影響が生じる可能性がある。癌細胞は活性化された免疫細胞の存在下でも死滅せず、そしてアポトーシス促進、抗炎症性メディエーターの存在下でも生存するため、免疫細胞よりも長く生存する。コレステロールは、新血管細胞の TGF-β に対する、 応答性と TGFβ の保護作用を抑制することでアテローム性動脈効果と心臓病の発症をもたらし一方コレステロール値を下げる薬剤であるスタチンは TGFβ に対する応答性と TGFβ の保護作用を高めることが動物研究からは示唆されている TGFβ はマルハン症候群の病院にも大きな役割を果たしている可能性が高い マルファン症候群は、不均衡な成長、蜘蛛指症、水晶体転移によって特徴付けられ、相互弁逸脱症や大動脈肥大などの心臓の合併症によって、大動脈乖離の可能性が高まっている。マルファン症候群は、男性繊維の重要な構成要素である、糖タンパク質、フィブリリン1の構成の血管によるものあるが、マルファン症候群の表現型は、 TGFβ のアンタゴニストの投与によって緩和されることがマウスで示されている。このことはマルファン症候群の症状は結合組織の異常によるものであるが、その発症機構はフィブリリンによる TGFβ の隔離の低下と関連したものである可能性が高い。TGFβ シグナル伝達はロイスディーツ症候群でも妨げられている。この疾患は TGFβ 需要体の変異によって引き起こされる。TGFβ スマット3シグナル伝達経路は、グルコースの調節とエネルギー向上性に重要であり、糖尿病性腎症に関与している可能性がある。マクルファージに関する節で述べた通り、肥満による TGFβ シグナル伝達の喪失は、肥満症例で形成される炎症性環境に寄与する因子の一つである。 イルマイナス2の存在下で TGFβ によって刺激されたイトレイグはフ FOXP3 とイルマイナス10を介した応答によって多発性硬化症の動物モデルである実験的自己免疫性脳脊髄炎の発症を抑制する。このことは TGFβ とイトレイグによる多発性硬化症の調節と治療の可能性を示唆している。TGF ベータレベルの低下は多発性硬化症と診断された患者で観察される。多発性硬化症における TGFβ の役割は、スナナ細胞のアポトーシスの調節であると説明される。TGFβ のレベルが低下すると、スナナ細胞のアポトーシスを誘導することができなくなる。スナナ細胞は TNFα を分泌し、TNF 受容体、 TNFR1 を介して、オリゴデンドロサイトの脱髄を誘導する。TGFβ レベルの低下は、ス1 7細胞の増加と TNFα レベルの増大をもたらし、その結果、神経細胞の脱髄が生じる。TGFβ は、オリゴデンドロサイトの成長を誘導することも観察されており、TGFβ レベルの低下は、 神経細胞の随小再生も妨げている可能性がある。アルツハイマー病患者では、健常人と比較して血液と脳脊髄液中に高濃度の TGFβ が見られ、TGFβ がアルツハイマー病の症状や病理につながる神経変性化スケードに関与していることが示唆される。塩水角膜を罹患した患者の研究では、TGFβ2 の増加による TGF ベータ経路の過剰な活性化が報告されている。入中の TGF ベータは、入時の免疫応答の発達の重要な免疫調節因子であり、アトピー性疾患や自己免疫疾患のリスクを抑えている可能性が多くの動物研究と一部の人を対象とした研究で示されている。肌の老化の一つの要因は TGF ベータであり、TGF ベータは、 肌の見た目や質感を整える、皮下脂肪を減少させる。TGFβ は、神秘の繊維目細胞の脂肪細胞への変換を阻害し、その結果、肌を支える脂肪細胞が少なくなることで、肌はたるみ、シワの原因となる。また、皮下脂肪には、細菌の感染を防ぐペプチドであるカテリー詩人が、含まれている。ありがとうございます。